どうも、ショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。人生は習慣からできているっていう話、聞いたことあるでしょうか。僕は幼少期の頃からちょいちょい聞いていました。なので毎日いい習慣を取り入れようと思って、例えば夜だったら、必ず0時にはベッドに入ろうだったり、毎日水を2リットル飲もうとかですね、毎日最低10回は腕立て伏せをしようみたいな感じでいろいろチャレンジをしてました。ただですね、続かないですね。僕はもう意志のエネルギーが弱いので、意志の強さが弱いので、いろいろ調べてました。そしたら環境をデザインするっていう、環境を作っちゃう、その習慣化のための環境を作っちゃえばいいっていうのが、書いてあったんですね。なので、じゃあその無駄なものは省きましょうということで断捨離もしましたし、あとはこういうスマホの中にアプリを入れて、そこで自分の習慣を管理するっていうこともやっていました。ただですね、このスマホでの管理もちょっとやっぱ続かなかったんですよね。そのどういうことかっていうと、例えばスマホアプリポチッと立ち上げようと思ったら、ツイッター、インスタ、YouTube がこうチラチラって見えちゃったり、気になっちゃったりして、ついついそれを見て気づいたら1時間半経っちゃってるっていう、もうなんかそれが習慣になっちゃったんですよね。もうなんかスマホを立ち上げたらインスタ、ツイッター、YouTube を見るのが習慣になっちゃってるっていうのはあったので、なんかこれも違うなと思ってまたいろいろ調べてました。そしたら、僕がお世話になっている先輩とか投資家の方とか経営者の方と、お話をして、なんかいい方法ないですかねみたいな聞いてました。そしたら、今はもうこれで全部管理してるよという話をしてたんです。そうなんですねと思って、でいろいろその活動量計とか、そのこういうなんつうのウェアラブル端末っていうのは調べてました。もうかれこれ1年ぐらい調べてましたね。そうで、買うか買わないか、本当に自分にとって必要かみたいなのを選んでたわけなんですけども、自分の誕生日を迎えたので、その誕生日プレゼントとして、あとは、アップル信者なので、ちょっと物欲に負けてみたいなところ、以上3つの理由からですね、こちらのアップルウォッチのシリーズ5を買いました。シリーズ5スペースグレーアルミニウムケース44mm をゲットいたしました。はい、ということで、こちら買ったわけなんですけども、今、買って1週間ぐらいつけています。もう完全に自分のその習慣化に向けてのものになってますね。なので、じゃあ今からどういう風に使っているのかっていうのをお見せするとともに、その Apple Watch を買おうかどうか迷っている人の参考になると思いますし、今実際持っていて、ぶっちゃけいらなくねって思ってる人は中にはいると思うんですよね。そう、ただそういう人たちに対して、こういう使い方もあるよみたいな、ちょっとしたなんかこう提案になったらいいかなという風に思って、今回動画を撮ってみようと思います。そうなので、正直そのApple Watch とか興味ない方はですね、ブラウザバックして他の動画をお楽しみください。そう、もちろんデメリットもありますので、最後はちゃんとそれも伝えていきます。はい、じゃあそれでは僕が Apple Watch の中にどういう自己管理アプリを入れてるのかっていうのを紹介していきたいと思います。まずは睡眠のところですね。これは別にプリセットなんですけども、オートスリープっていうアプリです。これはこの Apple Watch の中にアプリをインストールしているだけで自分の睡眠を計測してくれるっていうアプリなんです。その睡眠を計算してくれて、100点満点で算出してくれるんですね。で、90点以上を出した翌日っていうのはやっぱ頭が冴えてるんですよ。そう、でも80点とか70点ぐらいになってくると、翌朝もうぼーっとしてあんまり活動できないんですね。今まではこういうパソコンとか最後のギリギリまでいじって、スマホもベッドに持ち込んでこうやって見てとかやってましたけども、最近はもうちゃんと良質な睡眠をとるため、100点を取るために、寝るっていう感じですね。なのでこの Apple Watch を買ったし、翌日からもう大きく自分のその睡眠の習慣は変わりました。で、2つ目の習慣化のためのアプリは Habitly っていうアプリです。僕の場合はこの Apple Watch のこの右の部分ですね、ここにアプリを設定しています。で、そうすると今数字の1っていうのは表示されてると思うんですけども、ここをタップします。そうすると今日の習慣でまだやっていないものっていうのが表示されてます。これやってなかったって言ったら、それをやってちゃんとタップをすると、これで全て完了ってなると、アプローチのところではこのチェックマークに変わります。もちろんこのHabitly っていうのはスマホアプリでもありますんで、ここでも管理することができます。習慣をちょっと管理しようって思った時に、他のアプリの目移りがしなくなるので、そうなので、ここに入れてよかったなっていうふうに思ってます。で、次、Apple Watch に入れてよかったなと思うアプリ3つ目なんですけども、ウォーターマインダーっていうアプリです。
人は呼吸をするだけで1日1リットルの水分を失っているそうです。なので本当は最低でも1日1リットルは飲まないといけないみたいです。毎回こう1リットルのペットボトル持ち歩くのって大変だと思うんですよ。なのでそのウォーターマインダーっていうアプリを設定しておけば、今何リットル飲みました、今何リットル飲みましたっていうのがこう工程どんどん追加できるんですよ。でトータルで今日現時点では何リットル飲みましたっていうのが一目でこのウォッチで分かるようになってます。そうなので自分が水を今飲んでるのか飲んでないのかちゃんと飲もうっていうふうに思えるので、すごくこれはおすすめです。次に僕がよく使うアプリで呼吸っていうアプリがあります。呼吸っていうアプリがありまして、この開始ボタンを押すとですね、案内が始まります。静かに自分の呼吸に意識を向けましょう。今中にある丸が広がっている時にこのウォッチが振動してるんですよ。プル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 ってプルプルプルってなってる時に吸って吐いてっていうのが、目を閉じて別にこの画面を見なかったでも分かるようになってるんです。なんかそのただ深呼吸を誘導するようなアプリではなくて、深呼吸しましょうっていう風に通知をしてくれるんです。教えてくれるんですよ。例えば作業をパッパチってやってたら、こう深呼吸しましょうってプルーンって出てくるので、あ、ちょっとじゃあ息抜きしようかってことでこのアプリを立ち上げて深呼吸をしてリフレッシュすることもできますし、あと先ほどのウォーターマインダーもその水を飲みましょうっていう通知を出してくれるので、それがまたありがたいんですよ。あ、そうか、水飲もうとか、あ、深呼吸しようみたいな、感じで、いい習慣を自然に取り入れることができるので、そう、本当にこれをつけてからですね、一気にそういう習慣ができるようになりました。あと僕が入れてる通知っていうのは立ち上がりましょうっていう通知です。そう、なんでかっていうと、こうやって椅子に座ってガタガタってずっともうやろうと思ったら5時間ぐらいずっとぶっつけでやっちゃうんです。そうなので、そうするとどんどん血流が溜まっちゃって、集中力が切れちゃうんですね。そうなので、その立ち上がりましょうとか、呼吸しましょう、あとは水を飲みましょうっていう、この3つの通知をここのアプローチに設定をしています。なので他の通知、なんか電話が来ました、 LINE が来ました、チャットワーク来ました、スラックで連絡がありましたみたいな、そういう通知は全部消してます。そう、全てオフにしています。だからこそ、その自分の作業を集中していることを邪魔するようなノイズっていうのは入ってこないですし、まあ通知が来たとしてもそれは自分の習慣を、いい習慣を取り入れるためのアプリなので、そう、すごいなんか気持ちがいいんですよ。その水を飲んですっきりしてリフレッシュしてまた作業に戻ったりとか、そう、すごくいい習慣をですね、ちょいちょい教えてくれるようなアプリなので、すごく入れてよかったなと思ってます。あとはそのなんか移動中に、あ、なんかいいアイデアひらめいたってなったら、ジャストプレスレコードって言って、このウォッチの上にある赤ポチをポッて押すとですね、こうやってジャストプレスレコードのこうやって立ち上がります。で今これもう録音が開始されてます。でこうやってアイデアをベラ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 って喋って、この、ストップボタンを押しますと、そうするとですね、音声がテキストで文字起こしをされて、ここに保存がされてるんです。アイディアってだいたいパッて浮かんで、あ、これいいなって思っても、他の作業をやった瞬間にもう消えちゃうんですよね。で、あれ、なんかいいこと思い出したんだけどなって思った時にはもう手遅れの時がすごいいっぱいあったんです。なので、スマホでも正直できるんですよ。ちゃんとスマホでもボタンポチって押してこうやって喋ればいいんですけども、ただそれをやってる時でも、あれなんだっけっていう時があるんですね。アイディアをちゃんと形として、見える形で保存をしておくための習慣っていう意味で、このジャストプレスレコードも僕はすごく入れてよかったなと思ってますし、おすすめします。まあ、とにかくメリットっていうのは、スマホでなんか自己管理をしようと思った時に他のアプリに目移りしちゃってたっていうのがなくなったっていうことですね。ちゃんとデメリットもありまして、やっぱ電池持ち悪いですね、これ。そう、1日持ったら本当最高っていう感じなので、僕の場合はお風呂入ってる時の30分と、あとこうやってなんか作業してて特に何も映らない、移動がない時の30分を使ってマックスにしてます。1時間あれば電池はマックス 100% になるので、そういいんですけども、そう、ただじゃあそれが旅行中になったらどうかとかですね、そういうことを考えると、
やっぱちょっと電池持ち悪いなっていうふうに思います。まあ、別にアップルウォッチじゃなくてもいいと思うんですよ。今回言ったウォーターマインダーだったり、ハビトリーとか、この動画の中でおすすめしたアプリっていうのはぜひぜひ試してみてな、試してみてほしいなっていうふうに思います。そうっていう感じですかね。言いたいお伝えしたことは以上です。はい、ということで、今回のお話がちょっと面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合はグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。